昨日の村上に勝利。子供が来て1勝目から3ヶ月ぶりの勝利となりました。今どんな気持ちでしょうか。アンチトランカー。そうですね、あのチャンスをいただいて、全部通じてしまって、またこのチャンスをいただいたので、もう思い切って、行こうと今日はなりました。3ヶ月休憩もらってる。顔腫れてるような感じで。その久々のセーフマンの立ち上がりはピンチもありました。ちょっとヒヤヒヤしましたよ。そうですね、もう荒木さんがちょっと叩いてくれて、ちょっとスマートじゃなくて、自分の腕の振りも戻ってきましたし、徐々に良くなってきたので、ゼロを抑えてよかったと思います。その今お話もありました、そこからはわずか3安打のタイムでゼロを並べました。改めて今日はどんなところが良かったんでしょうか。相手ピッチャーもすごいですし、先制点をしまったら流れが行ってしまうので、もう我慢して、投げようと思って、それだけでした。なかなか勝ち目しかない中で、上を考えることしてるものも今日はあると思いますか。でもとにかくチームのために少しも貢献できると思って投げたので、負けかせるとチームを勝つで最高です。さあ、この勝ち越しの権利を得た先制のタイムというのは荒木さんでしたよ。そうです、いつもいろんなアドバイスをいただいて、全部で、本当に感謝します。はい、ではその貴重な先制のタイムリー、荒木選手のお話伺います。両チーム点が入らない中、どうしてもらったあのチャンスの場面、どんな気持ちでバットを伝えたでしょうか。そうですね、やっぱり八木がしっかり投げてましたので、今日はまあ、いや、落ちましたけれども、やっぱり無理な赤坂させてくれるノアとなって、出てくれたので、今日は赤坂君が一番大きいと思います。その第2号試合の白星の思い、そして赤坂選手をなかなか投げない、そういった思いが今日は強かったんですか。そうですね、八木にしても赤坂にしても一生懸命頑張っているつもりでいますから、なんとか日の目を見れるように今日はその隣の赤坂選手のバッティング、プレーご覧になって、荒木選手からご覧になっていかがでした。素晴らしいと思います。座席であってもヒットも出るし、僕からよりも赤坂にいっぱい話を聞いてあげてください。メッセージ公開したいんですが、赤坂さん、今日は初盗塁も決めました。
ぜひ自己紹介されて、この名古屋ドーム大勢のファンの皆さんにメッセージお願いします。高卒8年目の赤坂和之と申します。We'll be right back.